はい、うっちゃんねるです。今日はマレーシアのクアラルンプールに来ております。はい、クアラルンプールに来てるんですけども、こちらにですね、なんとスリランカの料理を出してるお店があるということでやってまいりました。こちらはランプライスだそうですけども、ザ・ランカンクアラルンプールということで、はい、では行ってみたいと思います。行ってみよう。はい、ゾウさんがあったりですね、こちらにはマスクが飾ってあります。たくさんね、結構こう天井も高くてですね、はい、スリランカっぽくもあり、はい、とても素敵な空間のレストランでございます。それではクアラルンプールでいただくスリランカ料理いただいてみましょう。はい、はい、ライスライチティーがやってきました。ちょっと変わった感じだったんで頼んでみましたけども、はい、なかなか多分スリランカでは見かけない感じですけども、いただいてみたいと思います。うわ、これめっちゃ甘い。多分これもっとかき混ぜないとダメですね、うん、はい、ここはマレーシアクアラルンプールですけども、アイスティーいただきます。はい、コリアル、コリアルライスパケット。オープン、you just tell it upside down and you eat. あ、オッケー。Your food is already. This is a banana leaf. バナナリーフね。Yes. これ？This one? This one is chicken soup. Chicken soup. Okay. Thank you. はい、ではいただいてみましょう。これは結構ボリューミーな感じがしてきていますけども。お？うわ、こういうものなんだ。はい、はい、これにチキンのグレービースープをかけていただくんだと思うんですけど、先にまずかけないでいただいてみましょう。おお、これ多分中にチキンが入ってるんですね。はい、店員さんに勧められたんでこれを頼んでみましたけど、はい、いただきます。うん、うまいですね。確かにビリヤニとはちょっと違った感じです。これすごい美味しい。辛い分もありながらちょっとまろやかみたいな、表現するのが難しい味ですけど美味しいです。チキンもいただいてみましょうか。チキンもすごい柔らかい。これはナイスですね。ではチキングレービーをかけてみましょう。辛そうですね。はい、あ、思ったより辛くなくてすごい深い味わいのある感じですね。いや、これはいいわ。想像以上の美味しさです。はい、それではいただいてみたいと思います。はい、いただきおりましてごちそうさまでした。とても非常に予想よりもとても美味しかったです。ナスモジュが入ってたりとか、結構いろんなものが入っておりました。料理のレベルがすごい高いの。ただ辛いだけじゃない、しっかり作り込んでるなっていう、そういうお味でございました。非常にリーズナブルですし、これでですね多分500円しないぐらいだと思うんですけども、ウーバーマレーシアグラブっていうんですけど、グラブの配達員さんが食べてる間も何人も入ってきました。とても美味しそうなケーキも、ね、置いてあったりで、ドリンクもいろんな種類があります。ここはですね、間違いなくクアラルンプールなんですけども、ただ美味しいだけじゃない、内装にも凝ってる、他のメニューにも凝ってる、味にもこだわっている、こういうお店がコロンボにあったらいいなって思いました。ということで今日はですね、マレーシアのクアラルンプールにありますこちらお届けいたしました。こちらのお店はですね、本当にまた来たくなる、またというよりも何回も来て他の料理も食べてみたい、そう思えるお店でございました。はい、
ありがとうございました。はい。